はい、それではですね、2023年6月7日の応用微分方程式論の授業を始めたいと思います。今日はですね、板書ちょっと手間取りましてギリギリになっちゃいました。で、なので開始もですね、10時50分になっちゃいましたが、できるだけコンパクトにその分まとめてお話しします。はい。で、まずですね、長期化微分方程式の積分表示解の話です。で、この話はですね、乾哲郎先生の特殊関数、岩波書店から出ているやつですね。乾哲郎先生の、特殊関数、岩波全書ですね。こちらの方の、154ページから、176ページまでの中に、今日お話しする内容を含めての、非常に詳しい解説が載っています。それからですね、今日お話しする内容は、Google Classroom 上で出している課題の中のレポートの12とレポートの14、レポートの12とレポートの14の内容に関わる話をしていきたいと思います。はい。で、まずですね、長期化微分方程式ですね、級数表示解の時にやりましたが、こちらについてですね、こちらについて、だから今日はですね、長期化微分方程式でって書こうかなと思ったんですが、まあ、ふにゃふにゃやでって感じかな。はい。とりあえず、オイラー変換をこうやって導入してやります。未知なのは積分のシート、それからラムダっていう指数と、それから V ゼータという関数ですね。この3つがアンノーンです。で、これを中に入れてやります。入れてですね、入れて、そして、微分と、これは個別微分する、積分と微分を交換してやるんですね。で、微分をまず、やってやります。で、その上でですね、この計算ではですね、この最後の項はですね、あまり手をつけないで、第1項目と第2項目を一生懸命、変形していくっていう形になります。で、その上でですね、ここで、これは Z とゼータ、Z とですね、Z と Z 引くゼータの関数になってるんですよ。非積分関数が。見てみてください。あ、V の中にゼータが単体で出てきますが、それ以外のところはですね、もう一回言いますね。V ゼータっていう意味でゼータが単体で出てきますが、それ以外は Z と Z マイナスゼータが出てきてるんです。で、これをですね、Z と Z マイナスゼータじゃなくて、ゼータと Z マイナスゼータの関数として、非積分関数を完全に書き換えます。もう一回言います。Z と Z マイナスゼータの関数じゃなくて、ゼータと Z マイナスゼータの関数として書き換えます。そのために、Z を Z マイナスゼータプラスゼータですね。それから1マイナス Z、それから、ここの、ガンママイナスカッコ1プラスアルファプラスベータカッコかける Z、こいつをこういうふうに全部 Z マイナスゼータとゼータの関数として書き換えてやれば、V の中身はゼータしか出てこないので、これで Z マイナスゼータとゼータの関数として非積分関数が全部書き換えられるわけです。で、この計算ですね、入れて、とにかく丹念にやらないと途中で間違えます。僕も今日一回間違えました。はい。なので、注意してください。これ、ここからここに行くのは結構大変な計算で、A4 紙1枚ぐらい使って綺麗にですね、きちんと書かないと間違えます。ので、やってみてください。そして、その上でこの青い線の引いたところですね。この青い線の引いたところ、こちら側の、真ん中の項の青い線引いたやつは、これは、Z マイナスセータのラムダ上の1回微分で、セーターで微分しますから、ここのマイナスが飛び出してくるんで、マイナスがつきます。で、もう1回、それからもう1つ、ラムダかけるラムダマイナス1かける Z マイナスセータのラムダマイナス2乗っていうのは、これは Z マイナスセーターの、セーターによる2回微分になっている。いうことなので、それで、この青い線のところを全部、セーターによる変微分で置き換えてやります。で、置き換えた上で、その先何やるかっていうと、今度は、こいつが2回微分と1回微分が、積分の中に入ってますから、こちらの1回微分の項の項は、1回部分積分するんです。で、2回微分のファクター入ってる項は2回部分積分して、全部整理してやります。これ、簡単に言うなよっていうふうに思うでしょ。ほんと、大変です。大変な計算ですが、やってみてください。やるときに、この第3項を混ぜないように注意してやってください。第3項を中に混ぜないようにしてやってください。そうすると、こういう形が出てきます。丸3のステップね。
そして、その上で、これが Z の高等式としての十分条件はっていうと、この一番最後の項でラムダプラスアルファとラムダマイプラスベータの積が出てきますね。これどっから出てきたかっていうと、ここで Z マイナスゼータと、それからゼータの関数として書き換えたときに、Z マイナスゼータのラムダ乗ってやつの、に対してかかるファクターがこれだったよっていうことで出てきてるんです。で、こいつをまず0にします。それからあともう一つはですね、第1項の中で、この、セーターで一回微分がくくり出せるんですね。セーターの微分のうち一つの微分がですね、全体からくくり出せる形になります。なので、セーターの微分の内側のこの赤い線を引いた部分をですね、ゼロにするっていうのは2番目のやり方です。で3番目、今度はこの各括弧の中身全体がゼロになるっていうふうにするんですが、ところが、この中にこの赤い線の部分はですね、第1項のところでこの中身のここの赤い線とこゼロにしたよっていうところと同じファクターが出てきてるんです。なので、こいつが消えますから、結局ここの部分だけの角括弧 C になります。それをゼロにします。はい。ということになります。で、それで、最初の式はこれはですね、級数表示解の時に出てきたキャラクタリスティックイキュージョンなんですね。特性方程式になっていて、と同じ形になってます。そしてこのラムダがマイナスアルファとマイナスベータの時、この特性方程式は0になります。はい。それからもう一つ、2番目のやつ。こいつはですね、前回だったかな、ルジャンドルの微分方程式の時をやる、解く時には、ちょっと詳しく書きましたが、これはですね、1回の線形の微分方程式なので、間違ってますね。はい。すいません。いいね。これを、解くときには、V に対して解くっていう無理をしないでください。これはですね、Z かける1マイナス、セーターかける1マイナス、セーターかっこかける V セーターの、に対する微分方程式と見て解くわけです。なんかちょっとここに書いておきますということになります。で、なんでここ赤字で指数書いてあるか。そうするとこの形になります。なんでここ赤字で書いてあるかっていうと、さっきは板書するときに間違えたからです。それで、途中おかしいなって言って、そのためにちょっと今日時間がかかっちゃったんですが、はい。というより V ゼータはこうなります。はい。で、これをですね、この V ゼータの式をですね、この括弧の中に入れてやりますと、これで、括弧の中に入れてやりますと、こんな形が出てきます。はい。で、これで、一応ですね、なんていうか、一応これで、V ゼータが出てきたから、この V ゼータをこの WZ の標識に入れてやって、WZ イコールって式を書いてやって、あとは積分の C をどう決めるっていうのはこの式に成り立つように決めてやって、で、ラムダは、マイナスアルファかマイナスベータだよっていうことで出てくるわけです。はい。というわけです。ちょっと、全体として、見にくかったと思うので、もう一回だけ、今、何分ぐらい話したか。58分ですね。もう一回ちょっと、ガーッとこうやって。いけるかな、これで。よし。よしと。こっちもこうやって。こっちが下がっちゃった。はい、よろしいでしょうか。ちょっとズームをかけてもう一回だけ、眺めてみましょう。はい。とにかく、この長期化微分方程式、オイラー変換を使って解きますよって話をするわけです。で、これ、代入します。代入して、そして、その次何やるかっていうと、この通り、積分と微分を交換してやります。そうすると、それぞれ、ラムダマイナス2乗とラムダマイナス1乗に次数が下がって係数が出てくるって形になりますね。で、その上で、何やるかっていうと、これ、今ですね、V ゼータの部分以外は、Z マイナスゼータと、それから、こっちですね、こっちの式では、Z マイナスゼータと、それから Z
の式になってるんですが、これを z マイナスセーターとセーターに対する関数として非積分関数を全部書き換えてやるわけです。はい。で、第3項のところは z マイナスセーターとセーターだけになってるので、ここは手をつける必要はなくて、第1項の部分の積分のところで z イコール z マイナスセータープラスセーター。1マイナス z を1マイナスセーターマイナス z マイナスセーターっていう風にして、ガンママイナス1プラスアルファプラスベータかける z っていうのもこんな風に書き換えてあるんです。これを代入してやると完全に z マイナスセーターとセーターだけの関数として非積分関数を書き換えることができるわけです。はい。その上でもうちょっとこう、一気にこうぐーっと下に下ろしてと。はい。その上で、ここの青い線のところのは、それぞれ z マイナスセーターのですね、ラムダ上の1回微分と2回微分になってるなっていうことに気がついて、で、微分で置き換えてやるわけです。で、マイナスセーターに対する微分なので、1回微分のところにここにマイナスが出てくるよっていうのも忘れないでください。はい。で、その上で、これ2回微分のところは2回部分積分。1回微分が出てきてるところは1回部分積分して、まとめてやると、そうすると、この最後の式が出てくるわけです。この式が出てくるわけです。はい。そして、あとはその上でこいつが z の高等式として成り立つっていう条件を考えてやるわけですね。すいません。ね、工学研究家とね、情報科学研究家で別々のカメラでやってるので、で、リモコンが1個なので、そのためにちょっとですね、変な風な動きしてるんですが、はい。それであとは、どうするかっていうと、まずですね、第3項のところのですね、ここのファクター、これを0にしてやるんですね。で、あともう一つは、この最初の積分のところで、これ、積分の中の非積分関数が全体からですね、セーターの微分を1個くくり出しちゃうことができるんです。だから、セーターの1回、微分は本当は2回微分出てくるんだけど、この、第1項の中の非積分関数にね。でも、そのうちの1個を完全に外に追い出せるので、実際には一番、その内側の1回微分が残っている形の部分を0にするんですよ。それで、これもう、セーターに対する微分しか残ってないので、ここは、上微分に置き換えました。そして、あともう一つは、この角カッコ C イコール0ってこの定数項なんですが、青い線で引いた部分。ここを0にすればいいんですが、ただし、この中にですね、さっきの第1項で、V を決めるための標識イコール0っていう風にした、この赤い線の部分が、ここに同じように出てきてるんです。なので、ここは もう、上のところでこの赤い線イコール0ってしたら、下の赤い線もイコール0なんです。だから残った部分だけを括弧の中に残せばいいんです。はい。そして、その上で、この、微分方程式を Vθ に対して解いてもいいんですが、Vθ に対して解くとして、この最初の項ですね、こいつをあの、微分ばらしてからやるとですね、大変な計算になりますので、おすすめいたしません。これはあくまで、セーターかける1マイナスセーターかける Vθ に対する微分方程式として解いた方が楽です。で、これ解いてやると、これ1回線形微分方程式で変数分離形の形してますから、Vθ はすぐ求まります。で、それを下のこの C を決める式に入れてやると、こんな風な形に出てくるんですね。で、一番最初のラムダプラスアルファかけるラムダプラスベータイコール0っていうのは、この式はですね、ちょうど長期化微分方程式を級数表示解として、解いた時のちょうど特性方程式、キャラクタリスティックイキュージョンになってますから、そういう意味で、級数表示解の時とそういう部分でも繋がっているなっていうのは、ここで少し片鱗が見えると思います。はい。で、この後ですね、この Vθをここの Wz のところに入れて、考えてやるわけです。さて、その話に移ります。ちょっとですね、カメラをうまく動かします。これ動かしながらやるとですね、途中で動かし忘れてですね、見えないところを一生懸命説明してるという状況にもなってしまうので、動画撮影は動かさずにやってます。カメラの方は、リアルタイムのですね、配信の部分だけ、カメラを一生懸命こうやってリモコンで動かしながら説明してます。で、そこで Wz っていうのをですね、ラムダがアルファ、マイナスアルファの場合と、あ、これ違ってますね、マイナスアルファ、ラムダが、
マイナスアルファの場合とマイナスベータの場合、それぞれに対してなんですが、なのでそれで、W ラムダ Z っていうのをこうかけるということになります。これはさっきのですね、V ゼータの式をですね、WZ のあのオイラー変換の式に代入して出てくる式です。はい。そして、それから積分路を決める式もですね、こんな形で書けるというところまで、今まで説明してきました。そこでですね、ここで U イコールセーター分の1と変数変換してあります。そうするとですね、D セーターイコールマイナス U の、マイナスの U のマイナス2乗かける U っていう形の変換になりますので、それを丹念に計算するとこんな形が出てきます。はい。で、そして、あとは、で、ここの C はですね、U 平面、Z 平、あ、セーター平面じゃなくて、U 平面における積分路にも置き換わってるというふうに、ここでは自動的に解釈してください。で、それで、W、ラムダ、Z と、それから、積分路を決める式がこういうふうな形で、それぞれ出てきて、そして、その上で、ラムダがマイナスアルファの場合と、ラムダがマイナスベータの場合、それぞれにこうかけるわけです。はい。ということです。これで、ここまでで一応ですね、あとは積分路 C を決めればいいでしょうっていうところまで来たわけです。はい。で、ここから何をやるかっていうと、皆さんは、長期化微分方程式の級数表示解の話をしたときに、なんていうか、長期化級数っていうのが出てきましたね。あの長期化級数が、この積分表示解からどうやって出てくるかっていうお話の説明に移ります。そのためにですね、まず、二つの場合を考えてやります。で、ケース1っていうのは、アルファの実部とですね、ガンママイナスアルファの実部が両方とも正になるという場合を考えます。はい。で、この場合ですね、しかも Z は1より大きい実数を除くですよ。1より大きい実数を除く任意の複素数、ただし無限点は除きますよってことです。はい。ということです。で、その上で、こういう積分の考え、0から1まで実軸上の積分。で、そうすると、Z は1より大きい実数を除くっていうんですから、ここの、1というところから、右側のライン、実軸上の右側のライン上に Z は絶対来ませんよっていうことになるわけです。U イコール Z っていうのは、ここのところで、Z 分の1か。U イコール Z 分、まあ、とにかく Z は1より大きい実数を除く任意の複素数ということになります。はい。それでですね、ラムダがマイナスベータの時考えてあります。そうすると、ラムダがマイナスベータですから、この2つの場合の下の場合ですね。そうすると、積分路が、これの式、これが成り立つのか問題が、まず出てきます。はい。あ、すでにもう忘れちゃいましたね。はい。ちょっと待ってください。今ちょっと。危ないとこでした。はい、これですね。Z は1より大きい実数を除く任意の複素数で、アルファの実部が正で、ガンママイナスアルファの実部も正であるという場合を考えていると。そして、0と1の間の実軸上進むような積分路を考えてやって、その積分路に対して、まず各括弧の C っていうのが0になるという、この下の側ですね。こいつが成り立つかどうかを確認してやります。はい。で、これどうなってるかっていうと、これ、これは単一開局線ですから、単一開局線上の積分ですから、積分路です。単一開局線上で、要するに終点マイナス始点になるわけです。終点マイナス始点の式が出てくるわけです。はい。よろしいでしょうか。で、その上で、これ、実は両方ともですね、0になります。だから0引く0で0なんです。なんでかっつったら、ここの中身ですね、この中身の絶対値をつけて、それをですね、いわゆるこの U のアルファ乗っていうのは、U のアルファ乗の、複素関数における定義ですね。U のアルファ乗っていうのは、エクスポネンシャルのアルファかけるログ U なんですよね。それから1マイナス U の、ガンママイナスアルファ乗っていうのは、エクスポネンシャルのガンママイナスアルファかけるログの1マイナス U になってるんですね。はい。ちょっと見えないですね。少し下げますね。はい。はい。よろしいでしょうか。
こうなってます。で、あとは1マイナス、1マイナス ZU のマイナスベータマイナス1乗も同様です。一応書きますか。こういう風になるわけです。この3つの式が成り立っていますので、それを使って、絶対値を、きちんと書いてやるわけです。そうすると、この形になります。はい。で、この形になって、ここのですね、U のリアルパートアルファ、リアルパートオブアルファは正ですから、U を0に持っていくと、これ0になります。なので、U は0、こちらの方は0になります。この第2項の方。で、第1個は 1-U の絶対値のリアルパートオブガンママイナスアルファが指数に載ってますが、これも正ですから、1-U が0に近づくに従って、これも0になります。従って第1項も0です。なので、0-0 で0が出てくるんです。はい。で、その上で、W ベータの式をもう一回か、書いてやると、これは0から1までの実軸上の積分になりますよということになります。はい。ということです。一応ここまでで、まずはですね、もう一回確認しますと、リアルパートオブアルファが正で、リアルパートオブガンママイナスアルファも正で、Z は1より大きい実数を除く有限値としての任意の複素数であるという範囲内で、ラムダイコールマイナスベータの時の解を、ここまで書いてみました。で、この後ですね、これが長期化、級数に等しくなるというお話をですね、この後していきたいと思います。まずはここで一度ですね、ちょっと画面全体的にちょっと戻しますね。うまく戻るかな。声出して気合い入れたからってうまくいくもんでもないですけど、ああ、違った。えいっ。うまくいかないですね。よしと。あ、うまくいった。はい。一応ですね、これで、ここまでで長期化微分方程式の級数表示解の全体像のですね、触りの部分をまずお話ししました。で、この後は、先ほど言った通り、この、ラムダイコールマイナスベータの時のこの級数、積分表示の解がですね、これが、実は長期化、級数表示解のと、この積分表示解じゃなくて、級数表示解の時にやった、長期化級数に、帰着されていくんだよという話をですね、この後後半ではしていきたいと思います。それではですね、ちょっと休憩を入れたいと思います。